ボスニア・ヘルテゴビナ社会主義共和国は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国である。この国家は、現在のボスニア・ヘルテゴビナの前身である。その歴史は、ムルコニチグラードで、反、ファシスト・パルチザンによる、ボスニア・ヘルテゴビナ人民解放国家反、ファシスト委員会の会合が開かれた1943年11月25日より、始まる。 1990年に共産党による一党支配が終わり民主化されたことによってボスニア・ヘルツェゴビナ共和国となりさらに1992年にユーゴスラビアから独立してボスニア・ヘルツェゴビナとなった首都はサラエボであり独立後もボスニアの首都となっているスロベニア社会主義共和国クロアチア社会主義共和国 ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国モンテネグロ社会主義共和国マケドニア社会主義共和国セルビア社会主義共和国ボイボディナ社会主義自治州コソボ社会主義自治州ありがとうございます